セゼーナ対ミラノ、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ゲーム開始です。チェゼーナ対ミラノ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。クルニッチからレアオン、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ミラノ、ここでファールをもらいます。ベナスルからレアオン、さあどこに出してくる。イスマイル・ベナスル、サイドを使います。フェデリコ・バルベルデ、カウンターを仕掛けていきます。レアオン、クルニッチ、サイドのスペースへ走らせる。仕掛けるか。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。ボールはクリア。ミドル、セーブでしたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここ拾って次につなげたい。チェゼーナ、アルカス、裏を狙うと、これはつながりません。タタルシャン、大きく前線へ。ディオゴダロト、長いボール縦へ。クルニッチ、チャレンジはしません。後ろに流す。チェゼーナ、前半未だシュートがありません。丁寧に足元を使う。イスマイル・ベナスル、右サイドへ振って、ベースを狙う。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。
どうだ、シュート、防いだ。連続ビッグセーブです。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。好セーブを見せました。このボールには合いません。レビッチ、いい展開ですね。チャンスを演出できるか。シュート、しかしこれよく止めましたね。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブです。中に入れる、これを拾いたい。ジェゼーナ、ディオゴダロと攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。アルカス、ミラノがクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね。高めの弾道にしたり、逆に足元にぴったり合わせたりとか、中の状況に合わせてバリエーションをつけるといいと思いますけどもね。なるほど、中の状況をよく把握することが大切なんですよね。そうですね。さらには相手のディフェンスが整っていない時なんかは、もうアリークロスを狙ってみても面白いと思いますけどね。はい、対応力ですよね。そうですね。キーパー前へ蹴り出します。これ仕掛けるか。いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。奪って引きつけておいて、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。イラン、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。ディオゴダロト、ディオゴダロトからターテのボール、ウィリアムズ、裏へ届くか。クリア、このピンチをなんとか出します。激しいボールの奪い合い、このクリアボール拾いたい。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。ロマニオール、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。大きく縦へ、いけるか。ベナスルから緩いフィードボール、バストーニ、サイドへ、裏へのスルーパス、フリーで受ける。さあどうする。長いボールを送ります。さあカウンターを仕掛けます。メリフ・デミラル、レアオ、さあ左へ預けて、激しいボールの奪い合いです。出るか。サイドのスペースを使います。ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。さあ北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。攻め際の状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、この後優位に進めていくことができますからね。
そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。チェゼーナ対ミラノ、0対0のまま折り返します。さあ後半キックオフ、引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね。はい、フェデリコ・バルベルデ、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へ届くか、ここを拾って次につなげたいミラノ、どうする、来た、ここは右へ通り過ぎていきます。ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。あっと、ないですね。スクイボール、縦へのボール、リース・ジェームズ、スルーパス、このボールはカットされます。ドリブルで仕掛ける、さあシュートまでいけるか、シュート、チェゼーナ、後半にゲームが動いています。これは一瞬のスペースを見逃さず、ブラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。チェゼーナ先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。ボールの奪い合い激しいものがあります。リース・ジェームズ、ここでファールがありました。オフサイドか。チェゼーナとしてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。ここはつながりません。さあ再び選手の交代です。ミラノ、スルーパスを出す、お、いいですね、これ出る、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。これもファウルですもんね。フェデリコ・バルベルデ、裏のスペースを狙う、コーナーキックです。チェゼーナ2本目のコーナー、ミラノ、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。
激しいボールの奪い合い、スルーパスを狙う、いいボールだ、ウッドバーン、おっとルーズボール、プレスからボールがこぼれる、打った、いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね、このピンチよく防ぎました、ボールを追います、ロマニオーリ、ミラノ最終ラインまでボールを下げる、イスマイル・ベナスル、ガッビアから前に大きく入ります、お、いい形じゃないですか、上げる、頭で来た、チェセーン、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました、しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね、ミラン最後の交代枠を使います、エルナンデス組み立て直します、ディオゴダロト、幅を考えたいい展開ですよね、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね、スペースを狙う、お、いい形ですよ、上げる、キーパー、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね、裏を狙う、このパスが抜ける、シュート、止めた、もったいなかったですね、本当最後まで諦めてませんよね、チェゼーナとしてはこのまま終わりたいですよね、そうですね、あとはタイムエンドのホイスローを待つだけですね、自分で行く、シュート、キーパー弾く、レアオン、ロマニオーリ、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、チャルハノール、ウィリアムズ、ウェイです、1対0、チェゼーナ絶対勝利が条件のホームゲームできっちりと勝ちを収めました、佐澤さん、今日のゲームどうでしたか、チェゼーナとしては後半に入ってうまく自分たちのペースに乗ってきましたよね、いい試合展開だったと思いますよ、はい、そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました、本日の試合解説には久澤剛さんをお招きしてお送りいたしました、久澤さんありがとうございました、ありがとうございました、チェゼーナ1対0で勝ちを収めています。